ステージの掃除完了っと。椿、そっちはどう？こっちも終わったわ。お互い早めに終わったね。そうね、あとはのんびり開店を待つだけ。二人ともお疲れ様。掃除は終わった？うん、ちょうどね。よかった。実は葵くんに確認してもらいたいものがあったから。確認してもらいたいもの？何かな？次のイベントで使う予定の新規の映像素材、いくつか用意してきたんだけど、イメージが合ってるかどうか。え？どうしたのよ、急に大声出して。あ、ごめん。けどヒーロー、それって昨日の夜に頼んだやつだよね。え？そうよ。いや、仕事早いな。ゼロからスタートしてたらそうかもしれないわね。でもこういう時のために普段からいろいろと準備してるから、備えあれば憂えなしよ。言うは安く行うは難しとも言うけどね。まあとにかく確認しようか。おーい、外の掃除終わったぞ。あ、お疲れ。ってどうしたの？なんだか元気がないみたいだけど。今日が締め切りのレポート完成させるのに手間取って、朝も昼もご飯食べてないんだよ。ああ、それは。睡眠時間は？がっつり寝たからこそ朝も昼も抜く羽目に。楽屋に差し入れ置いてあるから、それ食べちゃってもいいわよ。マジで？サンキューヒーロー。予想が当たったわね。え、予想してたの？おととい、レポートやってないって言ってたし、いつもと同じならこうなるかなって。ああ、それならまさきさんのデスクの上から2番目に入ってますよ。すごいと思って、何でもできるというか把握してるというか。それに比べて私は特に何も、歌うことしかできないから。買いかぶりすぎよ。それにそんな言い方しないの。でも歌うことしかできないじゃないわ、歌うことができるの。椿ちゃんはいつも一番前に立って頑張って歌ってくれてるでしょ。その姿に私たちは励まされてるの。自分も頑張らなきゃって。それは椿ちゃんにしかできないことなのよ。ヒーローだから、ほら、自分のことそんなに卑下しないの。うん、ありがとう。お礼を言われるほどのことじゃないわ。ほら、椿ちゃんも一緒に行きましょう。意見や感想は一つでも多い方がいいから。うん、わかった。買いかぶりすぎね。そんなことないと思うんだけどな。イーロがいなかったらロンドは今頃、いや今頃も何もなかったのかもしれないな。葵くん、今行くよ。